でそのスズメとソータがずっと一緒にいたらこれはラブストーリーになってしまうというふうに思ったんです。スズメとソータが계속같이다니면이것은ラブストーリーが되겠다라는생각이들었어요。でもこれはスズメのラブストーリーというよりはスズメの成長する物語にしたかったんですね。그런데이영화는스즈메의러브스토리라기보다는성장이야기로만들고싶었습니다。だからまあソータをね椅子にしてしまえば、いいかなというふうに思いました。그래서소타를의자로만들어버리면괜찮겠다고생각했습니다。椅子とはねラブストーリーにはなかなかならないじゃないですか。의자하고는러브스토리가잘되기힘들잖아요。まあでも映画の中でずっと描いていったらスズメは椅子にキスしようとしたりとか椅子に座ろうとしたりとか結構なんか描いていくうちにそういう女の子になってしまって、あちょっとまだ、ちょっとラブストーリーになりすぎたかなというふうには思っています。그런데영화를계속그리고있다보니까스즈메가어느샌가의자에키스도하려고하고의자에앉기도하고이래서약간그런여자아이가되는것같아서뭔가좀그리다보니까좀러브스토리비슷하게간것같다는생각도들었습니다。どのように思いましたか。その、スズメとその椅子の旅というのは見ていてどういう感想。어떠셨어요보셨을때스즈메랑 의자가여행가는것을볼때어떤느낌으로보셨어요私がスズメでもソータが椅子だったらキスをしようとしますか。혹시본인이스즈메였어도소타가의자가됐는데키스하려고했을까요 저는의자가말하는걸보고경험했을것같아요